生着替えを見てみたい。裸エプロンとはいきませんが、うん、超激可愛いなんですけど、背景とかうちはこういう形になっているんです。そして背景とかもやったり Can I shoot a little bit? Let's go. So, how was that one? It was good? Yeah, but it's making me tired. Okay. はい、ということで20分ぐらいですかね、路地散歩してたんですけど元の場所に戻ってきました。このヌードル屋さんですね。あー、ポークピース、このヌードル屋さんに戻ってきてラディカー、ここで食べようとしています。はい、ということで始める間もなく、めちゃめちゃ自分なりにトッピングしてアレンジしてますね。そしてこの唐辛子山盛りです。You put too much cherry. Yeah. Say yeah. そして、うん、食べていきましょう。いや、チャオプラヤー側の、うん、ランチデートもすごいいいですね。このローカルの麺と激辛の女の子とめちゃめちゃいい景色。ここのレストランも人っ子一人いないんですけど雰囲気ありますね。チャオプラヤー側の向こうで、ここはノンタブリー県なんですけど、あっち側にバンコック市内が見えていますね。そしてお味はどうでしょうか。食べていくとポン見ていきましょう。やっぱり女の子が食べているとこ見るのもすごい楽しいですね。景色もいいし、可愛い女の子が美味しそうに食べ物を食べています。なんとも幸せなデートです。 Oh, how about the taste? It's good. なんとも微笑ましい和やかなローカルデートになっています。な感じで、しかもこの麺大好きなんですよね。ちなみにもうお茶混ぜたんですけど、混ぜる前はこんな感じですね。肉とかもどっさり乗ってて、あとこのレバーも乗ってます、ね、それに黄色い卵麺ですね。すごい好きなタイプの麺です、うん、そして爽やかなチャオプラヤーの風が流れてきていますね。ということで、ローカルレストランのデートが終わりました。Okay then, let's go. コクナカ。それじゃあ今は島の南側に行っていたんですけど、次は島の西側に行ってみましょう。その前にメインのお寺に行ってみたいと思います。このお寺が多分この島の一番の見どころなんですかね。ここは元の船着き場ですね。船着き場に戻ってきて、そしてこっちから行けるみたいです。やっぱりタイのお寺すごく、うん、雰囲気がありますね。お寺の中こんな感じです、うん、すごい散歩デートにもいいですね。こんな感じで、今日月曜日ってこともあるんですかね、人が全然いないんですけど散歩もすごい捨てて楽しい感じですね。人もこんな感じでいなくて静かですね。聞こえるのは船からのボート。あ、OK。What is this one? What is this one? I don't know how to say it. Oh, OK. Like a Buddhism stupa? Yeah, yeah. ということでやってきました。ここがこの島のハイライトのようで、うん、この傾いてるパゴダっていうんですかね、仏塔がありますね。Do you want to go to walk and see? Ah, yes, can we? Okay, let's go. ということで、ここ入れないかと思ったんですけど、こんな風に靴を脱いだら入れるみたいですね。わ、すごいです。これ、マジで傾き方が半端ないですね。何度ぐらい傾いてるんでしょう。あ、いや、そして、うん、景色もすごいいいです。本当に小旅行に来た気分になれてすごい楽しいですね、うん、すぐ横はバンコック、うん、もうほぼバンコクと言ってもいいと思うんですけど、バンコクをちょっと行っただけでこんな、うん、島で、しかもこんな美女とデートができるのは最高ですね。
いや本当にこういうことをしているとタイ最高だなと思いますね。お、oh, Thank you very much for come today. You're welcome. ということでこんな感じで油も excuse me こんな感じでラブラブなデートになっています。まさかのこんな展開です。うわマジだ。 There's many fish。 魚がマジでいます。ちょっといい雰囲気もぶち壊しにあるぐらいガッポガッポでかい魚が飛んでますね。にしてもいや、こんなデートいいんですかね。 So, oh, how was your cook trip? I think it's okay for me. Okay for you? Yeah, it's nice. What is the most big impact about that cook trip? What do you feel about the cook trip? I feel comfortable here because today is not many people and the weather is so nice. Not hot. Today was really good for traveling. はい、ということでいきなり自転車を借りることになりました。自転車で2人乗りの密着デートですね。 OK。 そしてこんな感じでカゴに地図が貼ってありますね。そしてめちゃめちゃいい匂いが漂ってきています。おーちゃんいい匂いすぎます。ちょっとこれ髪からですかね。もうちょっと密着して匂いを確かめてみましょう。So, we will go like this. Yeah. 6 kilometers. Okay. If you're hot, let's change. About 2 hours. Oh, okay. I think not 2 hours. Just 30 minutes. Okay. Let's go. そして、このチャンネル恒例の密着バイク。バイクといっても、うわ、怖い。下り坂とかを下っても、いや、これ怖い。意外とテラッタかも、デンジャラスというかエキサイティングな感じになっています。そして校内もガンガンバイクが走ってます。バイクが向かってます。いやそれにしても最高ですね。セリー二人の衝撃でビリビリました。もう前を向けずに背中しか、オッケー。いきなり段差に当たってぶっ飛びましたね。ハプニングありありな、プレート自転車旅になっています。いやそれにしてもこれちょっと密着しすぎて画角が出てないです。Are you okay? You don't move. あ、そこ音ない。ここ。おーちゃん、こことか。そして動いてるおーちゃんにめちゃめちゃ怒られましたね。動くなと。あ、No. Okay. おーちゃんが怒ってます。いや、怒ってるおーちゃんもめちゃめちゃ可愛いですね。Are you okay? Yeah. そしてこんな感じで曲がっていきます。いやサイクリング旅最高ですね。この景色もめちゃめちゃいいです。上にヤシの木が生えてて、いやちょっといろいろ映したいんですけど、映すたびに動くとおーちゃんに怒られるのでなかなか映せずに、この綺麗な髪しか映せていない状態です。涼しい、めちゃめちゃ涼しい。 Next turn right。そして島の、外れまで来たんですけど、もうジャングルですね。コークレットとちょっと航空写真とかでも見ても分かるんですけど、8割9割は緑地だと思いますね。こんな感じで緑地の合間、特に、川沿いに民家があったりしますね。ここの海も家もすごい可愛いですね。うわーYou very good! いや、ということで楽しいです。おーちゃん自転車の運転がめちゃめちゃうまくて、ちょっと動くたびにドンムーブと怒ってますね。すごく
すごい道を、まさかの自転車2人乗りですね、普通は1台ずつ借りるんだと思いますけど、僕が撮影したい、だからと言って、1台にしましたね。でも実は密着したよ思いなどがあったりする。密着したい思いなどがあって2人乗りにしたんですけど、いや、これちょっと喋るのも難しいぐらいバランスが難しいですね。これが最高のデートの形なんじゃないですかね。綺麗な女の子と密着もできて、しかも運転できる。うわ いや楽しいですね。そしてこんなエリアに出てきました。次にどんなところが当たってて、腰に捕まっていなさいということで、強制的にボディーガードを取られています。おーちゃんは下半身に疲れて大変なんですが、僕の方は元気になっています。Thank you very much. おーちゃんもめちゃめちゃ可愛かったですね。可愛い。